ティーバーサーズソエさんだい。今回のテーマはセルフィーを美しく撮るためのメイク。それではどれだけ美しく変身できたかを審査していただく3人の審査員の皆さんに、自分を綺麗に見せるセルフィーテクニック、どんなものなのかお答えいただきましょう。สวัสดีค่ะแป้งคิรารีค่ะสำหรับเทคนิคการเซลฟี่แบบง่ายๆนะคะ3ข้อค่ะข้อแรกแสงต้องสวยข้อที่2ต้องรู้มุมกล้องและข้อที่3ปากจะต้องมีสีสันค่ะはい原宿モデルの徳蓮です。私の自撮りの秘密はですねアプリを使います。スマホとかで自撮りをすることが多いんですけど、結構こうフィルターで肌の色とかを肌をきれいに見せたりとかするのがポイントです。さあそしてギタリストマーティ・フリードマンさん、こちらマーティ・フリードマンです。この自撮りのコツはとにかくストローブを使わないということですね。ストローブ使っちゃダメです。ああ自然の明かりだと綺麗に映ると思います。いろんなテクニックあるもんですが、はい、ということで今回はですね、このセルフィーを美しく撮るためのメイク術を得意とする女の子同士の対決です。美しく変身メイク自慢、対決するのはこのお二人です。はい、出てまいりました。マーティさん、そうですね、ピーチさんの写真ってそれが本当に自撮り写真ですかね。とっても完璧にクリアで明かりをちゃんと使ってるんですし、表情が非常にモデルっぽい、ね、特にこのちょっと視線の外し方とかもちょっと肉らしい、このこれはやっぱ特徴ですか、これセルフィーの撮り方は。そうですね、結構こう、うん、あざとかわいいみたいな。あざとかわいい、あざとかわいいあるんだ、はい、あざといとかわいいが両方ある。なんですかあざといのは。なんかこうちょっと上目遣いでムッとして、こうなんか助けてあげたくなるような、同性から見るとムッとするような感じ。ちょっと計算だったけど、ね、これからね、ベテランの時からね、あざとかわいいって言われるのか。では実際ですね、女の子に登場していただきましょう。ハンマレカ。สวัสดีค่ะชื่อพีทค่ะอายุ24ปีนะคะตอนนี้ก็ช่วยที่บ้านทำกิจการเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างค่ะและชอบแต่งหน้าเปลี่ยนลุคต่างๆค่ะゆきだるま25歳です。2児の母です。よろしくお願いします。信じられないほど可愛いじゃん。ありがとうございます。すいません。驚くのはそれだけじゃない。優れたセルフィーテクニックを持つ2人の他の写真も見てみましょう。ピーチさん、モノマネメイクかなり得意とされているということなんですよね。本日のメイクですけれども、これスイス出身のファッションブロガーのクリスティーナ・バザンさんということで、まあ人気の方なんですね。そうですね、うん、他にもさまざまなモノマネメイクをしています。ピーチさん、これはどなたのモノマネメイクなんですか？これはカイリー・ジェンナーか、แล้วก็เป็นセレナ・ゴメス、แล้วก็เป็นแทยอนね、どうです、皆さんから見ても似てます？やっぱりこれは似てる。国籍がもう全部違うように見えて、メイクが楽しんでるのすごい伝わりますね。そして雪だるまさんのセルフィーもね、いろんな表情が詰め込まれてますけれども、やっぱり楽しいですか？楽しいですね。同じメイクでも角度とか表情とかを変えるとイメージもまた変わるので、すごく楽しいです。ハマったきっかけは何だったんですか？きっかけはツイッターで美少女さんの写真自撮りを見て、小関蓮さんとかの写真も見たりして、メイクとかも参考にしていたので、今日会えてすごく嬉しいんですけど。それで私もともとすっぴんがあんまり可愛くないので、同じようなすっぴんがあまり自信がないとか、お金があんまりなかったりとか、子供がいたりとか、同じような環境にいる人とかから相談を受けることとかもあって、そういうのでなんかこうやる気がさらに出ました。そうなんですね、この雪玉さんのセルフィー、今では日本の女の子たちのもうお手本となりまして、私もこうなりたいなという憧れの存在になっているんですね。さあここでお二人にセルフィーのテクニックについてちょっと教えていただきたいと思います。
どんな方法皆さんお待ちなんでしょうか。อย่างแรกเลยก็คือสำคัญที่สุดก็คือหามุมที่เรามั่นใจเวลาถ่ายเซลฟี่ค่ะเพราะว่ามุมเนี่ยสำคัญที่ว่าหน้ารูปหน้าเราจะเป็นยังไงก็อยู่ที่มุมนี่แหละค่ะ確かにこう角度見てみると共通しているところもありますね。さあそして雪だるまさんもどんなセルフィーのテクニックをお持ちなんでしょうか。一つは目の中に光を入れることをいつも意識して撮るのと、手を横に、まあどういう形でもいいんですけど、こうやったりとかして、その小顔効果で顔を小さく見せるのと、どこでもやってるんですけど、髪の毛で顔の輪郭を削ってます。可愛いポーズってだけじゃなくて、なるほど、ここで隠していると。この素晴らしいセルフィーテクニックを皆さんも参考にしてみてください。さあでは美和さん、はい、お二人の素顔いよいよ見せていただきましょう。ではスピンタイムです。せーの、クレンジングスタジアム丸い。道具を見ていきましょう。ピーチさんの前に並べられているのはベビーオイル、クレンジングミルク、洗顔フォーム、そして電動洗顔ブラシです。一方の雪だるまさんの前に並べられているのはあれ、これクレンジングミルクのみということですね。これで足りるんでしょうか。ではお時間となりました。คุณพีชพร้อมไหมคะ。พร้อมค่ะ。雪だるまさん準備はいいですか。はい、大丈夫です。ถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า。せーの、ビューティーバーサーズ。สวยสั่งได้。クレンジングミルク、唯一のメイク落としの道具を手にしました。早そうですね。シンプルですね、非常に。あ、じゃあ、便利。家族は、もう、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 家族は、アイメイクを落としにかかる。はい、早くももう洗顔に入っていますね、雪だるまさん。クレンジングミルクですね、ピーチさん手に取りました。顔全体になじませていきます。電動ブラシでマッサージするように今小鼻のあたりから口元。なんじゃ、すばい皮膚でいいなかね。で、とに、たん2人が、ラン鼻、せっ、ら、か。セルフィーとスピンを比べて、よりギャップがある方が勝ちとなります。はんまれか。おお。レンさん、いかがですか。もうさっき3枚セットになってたやつとこれと見て全然国籍が違うように見えるっていう話をしたんですけど、戻ったんだなって。さあ、ハンマレカ。さあ、ジュアイさんいかがでしょうか。ก็สำหรับคุณยูกิดารุมานะคะสำหรับรายการ Beauty Versus นะเป็นคนแรกที่ไม่ใช้ขนตาปลอมนะคะก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยแต่งตาออกมานะคะคือดูโตประมาณ2เท่าเลยนะคะก็ถือว่าเก่งมากๆค่ะแล้วก็แต่งหน้าออกมาได้ใสเหมือนไอดอลญี่ปุ่นเลย見事なテクニックでギャップを見せてくれた2人。審査員の心を射止めたのはどちらの女の子？勝者はどちらでしょうか。ゆきだるまさんです。ゆきだるまさん、ยินดีด้วยนะคะในการรับประทานมาขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกที่ได้เป็นผู้ชนะพีชさんを見た時点で、あもう負け確定だなと思ってたんで本当に嬉しいです。ありがとうございます。さあ勝った雪だるまさん、一体どんな方法でここまでのギャップを生み出していたんでしょうか。驚きのテクニックを収めたメイク VTR ご覧ください。セルフィーを綺麗に撮るためのメイクテクニックをご覧ください。写真に写った時の印象を想像しながらメイクします。誰でも参考にできるよう値段が高くないコスメを使っています。
日本では定番のアイファイバーを使って二重幅を広げます。目立ちにくいのでセルフィーのようにアップの写真を撮るときには有効です。特にウインクしたセルフィーを撮るときにはアイファイバーだと目を閉じても目立ちにくいそう。シェーディングも大切です。写真では鼻は明るすぎると白く飛びやすいので影をきちんと入れていきます。これが私の自慢のメイクです。皆さんもこのビデオを参考に挑戦してみてはどうですか。レンさん、あのテクニックどうご覧になりました。真似できるぐらいのこうハイライトの使い方とかだったので、本当にあの若い子だったりママが見てくださってるので真似しやすいように言ってたのが本当にすごく分かりやすくて、これをみんな参考にできたらなと思いました。ピースさん、今回は残念ながら敗れてしまいましたがいかがでしたか。ไม่ชนะก็ไม่เป็นไรค่ะได้แค่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ก็มีความสุขมากแล้วค่ะこちらこそありがとうございます。ピーチさんのメイクテクニックをご覧ください。骨格から似てる、そのための輪郭を作っていきます。見事変身できました。นี่คือหน้าของฉันที่แต่งเสร็จแล้วค่ะ。皆さんも参考にしてみては。今日も素晴らしいギャップを目撃しました。本当にメイクは奥が深いですね。ใช่แล้วค่ะ。ผู้หญิงทุกคนนะคะสามารถสวยขึ้นได้ด้วยการแต่งหน้าค่ะ。เมื่อสวยขึ้นแล้วความมั่นใจก็จะตามมา。ดังนั้นทุกคนก็ดูรายการ Beauty Versus แล้วสวยขึ้นไปด้วยกันนะคะ。ビューティーバーサーすごい、さんだい。